ファブリックチャンネル始まるよ。こんにちは、ハイブリコちゃんです。今日のジャムはポセイドン号です。お家でできるトレーニングをハイブリコちゃんと一緒に頑張りましょう。今日も椅子を使ったトレーニングです。椅子です。安定性のあるローラーがついてないのを用意してください。椅子を置いたらどちらの足でもいいので片方の足を乗せます。片方の足で立ってください。重心は後ろ側じゃなくこの前にある足の方に重心をかけてくださいね。この足が浮いてもバランス取れるよ。で、ここからしゃがんで、おっとこういうこともありますよ。気をつけてくださいね。しゃがんで起きて、しゃがんで起きます。横からやります。しゃがんで起きます。どこに効いてるかっていうと、しゃがんだ時の前の足のお尻と太ももの裏に効いてます。片足15回ずつ3セット頑張ってください。またねー。ハイブリコチャンネル、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Thank you for watching ハイブリコチャンネル today.